マハロハウス株式会社大塚。こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市南区塩原にやってまいりました。完成したばかりのピカピカの物件をご案内させていただきます。それではお部屋の方に行ってみましょう。建物の外観はこちら。2022年1月完成したばかりでございます。敷地内に駐車場はございません。駐輪場屋根付きとなっております。専用のゴミ置き場もございます。デリバリーボックスということでございます。まだ入居始まったばかりということで養生がされておりますね。エントランスにはオートロックがございます。合計9世帯ですね。宅配ボックスと防犯カメラがございます。今回は3階建ての鉄筋コンクリート造のマンションでございます。エレベーターはありません。お、めっちゃなんかかっこいいぞ。お、ジャンマシンマス。玄関ですね。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとダブルロックでございます。鏡がついて扉ですね。おー、シューズクロークがございます。数えてみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18でございます。めちゃくちゃ段数がございますね。床がなんかかっこいい感じですね。すごくシャレオツでございます。ちょっと階段上がってちょっと息が切れてます。お手洗いですね。ウォシュレットが設置されております。こちら横に棚が2段ございます。トイレットペーパーホルダーはこんな感じです。こちらはパウダールームですね。独立洗面台が設置されております。鏡の後ろに収納できるタイプとなっております。伸びるか伸びるか伸びる、伸びます。上部にも伸びます。下部収納はこんな感じです。ここにもですね、コンセントがございます。 64×64 の洗濯パンがございます。その上部にも棚が設置されております。換気、暖房、乾燥両風のリモコンがございまして、バスルームですね。高級感があります。バスタブも少し大きめになっておりまして、追い焚き機能が完備。1、2、サーモスタット水栓が採用されております。床も乾きやすい床になっておりますね。浴室乾燥機がついておりますので棒です。はあ、いいな。今回の間取りは 1LDK でございます。ワンランク上の 1L って感じですね。キッチンですね。対面式のキッチンとなっております。調理スペースが手のひら1、2、3、4、浄水、減水の
切り替えスイッチがございます。二口のガスコンロ設置されております。ランプ急速とかありますね。パワー。キッチンの下部収納はこんな感じです。調味料スペース、ここも下もあるからですね。めちゃくちゃ大容量のキッチン下部収納となっております。ここに結構収納ありがちなんですけど、こちらには上部収納なく、ダウンライトが4つございます。めっちゃいいな、めっちゃいいです。あ、後ろに備え付けの食器棚と言って良いでしょうか。これも付いてて、そら上部収納いらんよねっていう感じになっております。色合いというかこの感じ好きですね。キッチンからの眺めはこんな感じです。今回の 1LDK リビングは 10.25 畳でございます。リビングの隣に 4.46 畳の洋室がございます。40平米近いとですね、すごく使いやすくていいですね。きっとね、ウォークインクローゼットがございます。角部屋です。2面最高で最高です。ありがとうございます。おい、ダブルロックですね。びっくりしちゃった。バルコニーの向きは南西向きとなっております。めちゃくちゃ日当たりがいいですね。ワイドなバルコニーでございます。洗濯物も干せるようになっております。やっぱこの2段セキュリティいいですね。設備のご説明をさせていただきます。エアーコンディショナーが1機、コンセントの数いってみます。1、インターネットの使用料無料です。素晴らしいですね。2、給湯のリモコン。3、4、5、テレビモニターフォン。6、室内に洗濯物が干せるように棒が2本ございます。8箇所でございます。はい、ということで今回は福岡市南区塩原のピッカピカのめっちゃいい 1LDK ご案内させていただきました。気になるお家賃は7万4000円、管理費が3000円でございます。気になる交通アクセスは JR 鹿児島本線竹下駅まで徒歩5分、西鉄天神大牟田線大橋駅まで徒歩9分。本当になかなかないピカピカの広さのある 1LDK となっております。この物件が気になる方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マハロハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。